福岡市地下鉄七隈線延伸の場合、福岡空港国際線ターミナルまで延伸する方向で検討しているルートとは違うよ。人口が多くなさそうなエリアを通すので利用も少なそう。この辺りから新幹線と並走させる。土井駅を経由する。福岡市街は福岡市営でやってくれなさそうだから事業者考えないとね。コストコ、久山界隈に駅を置く。この辺りも車社会だから利用は少なさそう。古河市に向かう。この辺りは工場が多いのでなかなか利用は少なそう。最後は古河駅につなぐ。